改めまして、グランドグリーン株式会社代表の丹羽と申します。よろしくお願いいたします。私たちはですね、名古屋大学発スタートアップということで、スローガンとして、エンビジョン・フューチャー・プランツ、未来の植物を描こうということを掲げまして、先端のテクノロジーを用いることで、新しい作物を作り出し、世界に価値を生み出そうという事業を展開しております。で、種苗というと、皆さんあまり馴染みがないかもしれないんですけれども、作物種苗というのは農業食のバリューチェーンの最上流に位置している非常に重要な分野ということになります。これまでは種苗会社さんが、新品種の開発を行って、種子や苗の生産販売を行ってきたということになります。で、このバリューチェーンの中で、さまざまなニーズ、生産者さんの当たり前のニーズとして、育てやすくて収量が高い、そして売りやすいっていうものもありますし、また最終消費者さんの美味しくて安くて健康的な食品を手に入れたいと。で、その間に入っている流通加工業者さんにも、さまざまなニーズがありまして、例えば日持ちがするとか、見た目が良い、そして加工のぶどまりがいいとか、特性がいいといった、さまざまなニーズに応えるような形で種苗が開発が進められているということになります。しかしですね、この既存の種苗分野においてはですね、新しい品種を作るのに非常に長い時間がかかるというのが、やはり大きな課題として、長年、課題として考えられてきたということになります。で、その結果としてですね、似たような品種が主流となってしまっている。それから非常に閉鎖的な開発環境で開発が行われておりますので、実際にはこの農業生産者、直接のお客さんのニーズというものを中心に開発が進んでいるという現状がございます。で、我々はですね、それに対して迅速な種苗開発技術を提供することで、多様性を創出し、オープンイノベーションの考え方で、さまざまなプレイヤーさんのニーズを種苗の形で提供していきたいというふうに考えています。で、そのためのキーテクノロジーとなるのがゲノム編集技術だというふうに考えております。で、ゲノム編集技術というのはですね、生物のゲノム配列中の狙った場所を切断する技術だと理解いただけるといいかなと思います。で、よく遺伝子組み換えと何が違うんですかという質問を受けるんですけれども、遺伝子組み換えの場合は、異なる生物種からも遺伝子導入が可能ということで、具体的には植物の中に、例えば細菌で見つかった遺伝子を導入することで、除草剤耐性であったり、害虫耐性を付与するというような使われ方をしています。このように自然界ではなかなか起こらない現象を利用してますので、安全性をきちんと確認してから世の中に出しましょうということで、法律による規制対象になっているという状況です。で、対してゲノム編集というのは、先ほど申した通り、狙った場所を切断するということなんですけれども、実際にはその切断した場所にランダムに変異が入ることによって、品種を改良しようという技術です。このランダムな変異というのは、従来から使われているような交配育種、それから放射線育種のようなものでも利用されるような、いわゆる突然変異に相当します。したがって、ゲノム編集で作られる品種というのは、基本的には従来技術で作られる品種と同等だということで、任意の届け出のみで認めようという動きになってきているということになります。では、その従来の交配育種との違いというところなんですけれども、交配育種というのは、時間がかかると同時にですね、もともと持っていた優良品種の形質というものが、例えば収量を上げようと思って別の品種を掛け合わせることで、収量は上がるんですけれども、他の良い形質も同時に損なってしまうというような、そういったデメリットが存在してました。一方で、ゲノム編集の場合は、ピンポイントで、特定の形質に関わる遺伝子だけを改良することができますので、収量のみを上げて、他の形質はそのまま維持することができるということで、非常に有用な技術として見られているということになります。しかし、このゲノム編集技術なんですけれども、品種改良の標準技術として普及するには、まだ課題が残されているというのが業界の認識です。で、ここでその課題を3つほど挙げたんですけれども、1つ目にして最大の課題というのが、植物に対してこのゲノム編集ツールを導入するという技術がまだ成熟していないために、市販されているようなエリート品種に対して編集がなかなか行えないというような課題があります。それによってゲノム編集技術のメリットが全く生かされていないというのが現状です。それからツールの特許の課題、そしてどの遺伝子をゲノム編集すればいいかというような課題も残っています。で、我々は
大学発スタートアップとしてこれらの課題に対して技術的なソリューションを、築き上げてきました。デリバリー技術、それからオリジナルのゲノム編集ツール、そしてゲノミクスによる標的遺伝子の特定ということが可能なチーム体制を作っています。この3つの技術が揃うことによって、ワンストップでゲノム編集品種のデザインから作出まで、さらに多様な作物品種で可能になっているというのが、世界的に見ても我々にユニークな強みであると考えています。で、1つ事例を挙げますけれども、我々の技術を用いて、市販のトマト品種に対して高効率でゲノム編集を施すということが、可能になっています。で、トマトにおいては系統に依存せずさまざまな品種で適用できるということも確認しておりますし、わずか6ヶ月で新しい品種の種子を取得することができた。さらには最大で8遺伝子同時に編集できるということも確認しております。現在はトマト以外の作物にも適用を順次拡大しているというような状況になります。で、我々が見ているマーケットというのは世界の種苗市場でして、こちらに対する開発費約5000億円の市場があると考えています。まあ、植物ゲノム編集のみならず、種苗開発のスタンダード技術として世界展開を進めていく計画です。こちら共同開発のサービスイメージなんですけれども、顧客企業さんに対して我々の技術を提供するという形で価値化を目指しています。現在、種苗会社さんや食品メーカーさんと共同開発を実際に実施中となります。また独自の品種の開発も進めておりまして、既存の種苗会社さんがなかなかアプローチできていないような作物、そして形質に対して新しい価値の創出を目指しています。またこの独自品種の開発によって実際の事例を生み出していくということで、ゲノム編集技術の普及を加速していきたいというふうに考えております。最初にオープンイノベーションでというお話をしましたけれども、様々なメーカーさん、そして生産に関わる農業法人さん、植物工場さんなんかとの連携も進めているということになります。私からは以上になります。ありがとうございます。したいと思います。はい、それではここからは質疑応答に移りたいと思います。ご質問ある方はぜひコメント欄に投稿をお願いいたします。では一つ目お伺いしましょう。どのような企業やビジネスパートナーとのマッチングやアプローチを求めていらっしゃいますか？お願いします。はい、ありがとうございます。まずはですね、まあ、実際に種苗を作られているような会社さん、それから、まあ、種苗を扱っているような、まあ、食品メーカーさんなんかと、まあ、現在も連携を進めているところですけれども、まあ、そういった会社さんと連携させていただくというのが一番直接的な連携になるかなと思っております。ただですね、農業と食のバリューチェーンで考えますと、非常にこう広い範囲でプレイヤーさんおられますので、まあ、流通であったり、それから小売であったり、まあ、そういったところに関わる人たちともぜひ連携をさせていただいて、何かバリューチェーンを俯瞰したような形で種苗開発が行っていけるといいのかなというふうには思っております。結構幅広く、まあ、いろんな方とのマッチングを求めていらっしゃるということですね。では続いてお伺いしたいと思います。現状の課題はどんな点が挙げられますか？そうですね、我々もオリジナル品種という形で、まあ、いくつか例えばですね、具体的に言うと、エゴマなんかは、岐阜で実際生産農家さんと連携して育てたりもしてるんですけれども、エゴマだったりレタスだったり大豆だったりっていうところを実際手掛けてはいるんですけれども、ゲノム編集を施す際にやはりスタートとなる品種というのが非常に重要になってくるということで、やはりその土地土地に合った品種っていうものが存在してますので、まあ、そういった情報と、それからそれを用いたこう事業戦略っていうところを、まあ、我々としても作っていかないといけないですし、そういったところを連携のパートナーの方たちと議論しながら作っていきたいという状況ですね。はい、ありがとうございます。他に課題はありますか？まあ、技術的な課題で言いますと、我々今トマトで非常にうまく実証ができてまして、それを今言ったエゴマだったり大豆だったりレタスっていうようなところに技術展開を進めていってるんですけれども、やはり技術の強みとしていろんな作物に同じように使えるっていうところが、この技術が標準化されていく上で重要だと思ってますので、
その事例をどんどん積み重ねていくっていうところが技術的に目下取り組んでいる課題になります。ピッチの中でトマトは6ヶ月で完了したとおっしゃってましたが、はい、これってトマトはすごいやりやすいというか、実験としてはとてもなんだろうな、本当やりやすいような作物ということになるんですか？そうですね、比較的結果としてやりやすかったっていうところはあるとは思います。ただ最初からトマトがやりやすいからやろうというわけではなくてですね、結果としてやりやすかったので、最初にうまくいった事例が取れたっていうことかなと思います。そのやりやすいやりにくいっていう違いはどんなところがあるんですか？そうですね、いろんな角度があると思うんですけど、例えば樹木ですね、果樹とかをゲノム編集したいっていうお話もいただくんですけど、果樹の場合だとどうしてもこう成長も遅いですし、次世代の種が取れるのも時間がかかってしまうので、実際できるとは思うんですけど、検証にすごい時間がかかってしまうと。でその点トマトの場合は今言ってたように4ヶ月から、最大でも6ヶ月もすれば次世代の種が検証できるので、そういった意味では育つのが早いものの方が技術としては作りやすいかなと思いますね。なるほど、ありがとうございます。はい、それでは以上で質疑応答は終了といたします。グランドグリーンの丹羽さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。